倉萌が左、そして右、山本優乃香、元ボクシング世界チャンピオン。今日2試合やったんですけど、このトーナメントっていう形で試合組んでもらって2試合とも勝てたんで、
次はチャンピオンに挑める形になったので、まあ、気抜かず引き続き頑張りたいなっていう感じです。で前回、まあ、ガラッとファイトスタイル変えたのはこうやっぱり何て言うんだろう、プロとしてっていう観点で見た時にやっぱりあのままだとこう いい場面が作りきれなかったりとか自分のペースつかめなかったりとかがちょっと自分の中でもモヤモヤしてた部分っていうのもあって、こう一気にファイトスタイル変えて試合を制してみようって形でやったらうまい感じにはまったんで、まあ、そこも意識しつついいところはもっと伸ばしたいなって思ってます。4戦目まではこうやっぱり自分のやりたいことができなかったりとか自分がどういう立ち位置でなんていうのこうプロキックボクサーとして ストーリーを作っていけばいいのかあんまり分かってなかったんですけど、やっぱり寺山選手がクイーンオブクイーンズでトーナメント優勝して自分ももっと切り替えなきゃなっていうところでこう自分のなんていうんだろう格闘技人生のストーリーを作れたのは良かったのかなって思います。やっぱりトーナメント2試合あるって思った時にやっぱり気持ちの面で切り替えオンオフしっかり抜くなんていうんだろう試合中は抜く部分ないですけど集中しつつもここでなんていうんだろうこう見れる場面だったりとかもういつもより本当にもう落ち着いて落ち着いて慎重にっていうのはずっと意識してやってました。そうです、なんかでも嬉しいっていう感情よりやっぱりホッとしたっていう感情が大きいんですけど、まあ、やっぱりまたすぐ切り替えて寺山選手に向けて作っていかなきゃいけないのかな、ゼロからまた作っていかなきゃいけないのかなって思ってるんでちょっとお休みしてまた頑張ります。ありがとうございました。